15,000円というところです。はい。普通の時計なんですけど、はい、今のは。はい。時間が経ってるので、これは疲れですね。はい。この辺のタイプが、もう今、携帯で時間が見られるでしょ。だから、この辺りの時計を欲しいという方は少ないですよ。はい。だから、スポーツ用とかで、例えば走るときにこう時間見るとか、いうようなのは逆に、デイリーなのでこう必要なんですけど、携帯じゃない服装のときとかでね、そうですね、例えば山に登られるとか、とかで一時期携帯なんか見て時間とかあれできたでしょ、とか、潜る人とかやったらこうね、あと何分酸素持つとか、いうときとかでも時計の品だったりしますから、そういう時計か、あとはドレスウォッチ。ね、なので本当にこう相棒時計というか時間がパッと必要な人にとって必要な時計とあと授業中というか試験受けるとかいう時も絶対時計必要ですよね携帯絶対見られませんからねという感じの時計かいわゆるドレスウォッチかなのでその中途半端って言い方あれですけどその真ん中帯の方が売れないですよね、だけ学生さんとかに受けるようなタイプとかだったら絶対必要なんですよ携帯見れないからですねだから、もう普通じゃない人はもう大体、もう今携帯で時間見てしまうんで、それを出すよりも、さっと見れないといけない人しかいらないですね。正直、もう普通じゃないのは売れないんですよ、うんああ。で、電池を一時交換しないといけないっていうのは、特に女性の分はかかるでしょ、うん、ああでそれかかっても欲しい、いいのって言ったら、こう、つけといて、ステータスになるの。その辺が著しくて長くつきにくくなる。これはもう5倍脚でよろしいですか？はい。はい。はい、承知しました。はい。じゃこちらが売りは、もう、ご売却ということで売り渡しになりますので、15,000円って書いていただきまして、ご住所、ご職業の前、生年月日でお願いします。これは1ヶ月分ずついただいていいですか？はい。はい、おはようございます。いらっしゃいませ。すいません、ちょっとお待ちくださいね。いいよ。
ばらく待ってくださいね。ちょお待たせいたしました。ありがとうございます。すいません、お待たせいたしました。はい、どうぞ。こちら、ゲスト券ってあるぞ。お客様がお買いになる買う方。いくら分ぐらい？いや、そんなあれじゃないですか。ちょっとやらないから、1000円分って言ったらなんていうことやけども。まあ、あれば、あれでも。ちょっと最後見ていきますね。うん。はい、それでもね、じゃあ1回分お願いします。はいはい、3本分。確かなんか、3本分というか、2本分って、1枚がなんか2本分とかいうのを、まあ、ちょっととりあえず持ってきてみます。うん、そうだね。ごめん。確かなんか、あったらね。うん、なんか今はあったような気がします。あ、本当？はい、うん。結構人気があるんですよ、あれ。うん、そうね。ある時とない時があって、うん、今は確かあるような気がします。あ、この手よくあの、お菓子とか、ビールぐらい買いとこうかと。ああ、なるほど。お返し。ビールだけじゃなくて、例えばそのこうお店に売ってるもの何でも買えるらしいですよ。そう、なるほどね。はい。だけん、その。ああ、そしたらもう目柄的にあそこにないわけ。そう、それも。てか、ビールだけじゃなくても、うん、ビール以外のものでも買えるらしいです。あ、酒でも買えるじゃないですか。あの、そのお店に売ってるものだったら。ああ、なるほどね。だけど、そういうのをまめにチェックして、上手に買い物してある人ありますもんね。そうですよね。はい。いや、確かね、こう、ちょっと、あったような気がするなぁと思ったからね。皆さんのところに回してから。うちのスタッフで逆に気が利いてる人はですね、うん、例えば、こう、必ず必要な、こう、消耗品ってあるでしょ。うん、例えば、入出金伝票からなんからね、はいはい。あの、ギフト券を、もう、うちの使って買い物に行ってくれますもんね。はい、ただ、たまに回ったら、結局、例えば、1年間で、10万使ってるとするでしょ、うん、だからそれの 2% 浮くんですよね。ああ、そうですね。そんなのが積もったらバカにならないですよね。バカにならないね、ほんと。そうそう。で、例えば、どこどこでしか使えないのとか言ったら、うち 80% で買い取って 85% で売ってるんですけど、15% オフなんですよ。バカにならないでしょ、ね。バカにならないですよね。でも、まず利用せんとね。ですね。で私が自分が思いつく限りではですね、うん、あの、まあ、クオカード買い取らせていただくんですけど、うん、あの、ほら、要するに、ゴミ袋、はいはい。ゴミ袋って絶対、ケチった人は絶対いるじゃないですか。うんうんね、だからゴミ袋が普通よりも安く買えるんですよ。なるほど。だけど、クオカードは買い取るんですけど、うちで自分の、うちの中で、店内仕様でね、うん、あの使うんですけど。だから、それもバカにならないですもんね。バカにならない。うん、そうですよね。そうですね。あとね、切って買い取らせていただくんですけど、で、このこれがですね、あの、ネットでこう通販とかするんですけど、はいはい、その時の、通信、あれだって。中断じゃあ、そうですね。ほら、まずバカならないですよ。うん、バカな、そうそう。うまく利用すると、本当に。はい。うん。ね、利用するのは、あったかい。あの、なんですかね、あの、ギフトでね、もうほら、うん、今、好みがはっきりしてるでしょ。だから、はいはい、なんか変な、下手なもんやるくらいやったらっていうことで、結構商品券とか、ね。商品券って言わないですよね。あとね、図書券とかね。あとね、あの、この頃、商社のパークとかは、あの、今、例えば、みんなが、まあ、ドコモとか au とか、まあ、バラバラに入って家族が入ってるんでしょ、うん、今一緒に全部家族の方一緒に乗り換えてもらったら最高13万円キャッシュバックしますって書いてあるんですよね、はいはい、そしたらあのお一人で5万ぐらいの分の商品券持ってこられるんで、うん、どうされたんですかって聞いたらその、うん、携帯のその乗り換えって、ね、で
きなりキャッシュバックって言ってもね、うん、現金をいきなり渡すというわけいかんけ、うん、リフト券で渡しちゃう。で、それは現金回帰じゃん。なるほど、ね、なるほどなぁと思って。うん、みんな、うん、みんないろいろ、うん。うん。そうですね。知恵絞ってからいろんな面白いことじゃねえか。そうそう。うまく利用させてもらうとね。ね、うん。だけど逆に、なんかね、不動産屋さんも今契約してもらったら、その、うんぬんプレゼントっていうのにそのギフト券を使うからって、あっちから買っていかれる不動産屋さんあります。ああ、なるほどね。うんうんうん。ああ、そういうことですね。そうか。みんなウィンシャーホーム、カインシャーホームも、それぞれ。うん、そう、お互いに良かったもんね。もう、みんな賢いと、うん。そうそうそう。で、私が聞きながら、ああ、何人いるんですか、何人いるんですか。で、この間はね、なんか、はい、珍しいんですよね。青春18キットってあるでしょ、はいはいはい、あれって、ね、大人でも買えるんですよね。あれね、なんか知らんけど。なんか偶数じゃなくて奇数なんですよ。だって1枚なんか余るんですよね。うん、その3人で一緒に行くんじゃなかったら。うんうん、それでなんか1枚余ってて、ほら、期間はないけど、なんなのかな。1枚で振りに来られたことあった。これネットでちゃんと売ったらちゃんとお金になるんですよ。うん、そういうことですね。そうそう。いろんなことがあるんやなと思って。割引がありますね。ね、うん、あれ、ただね、あれね、時間継続じゃないと、うん、私たちのような時間に追われて仕事しよう人間は、もう早く行かないかんけ、うんうん、あれ、うん、要するに、時間のある、時間貴族の人の商品ですね。うん、あ、そういうことですね。うん。じゃあ、こちらは5640円になります。5640円でね。はい。はい。はい、額面の 95% になるんですけど、うんうん、ここがですね、うん、これが1枚480円分って意味なんですよ、これって。うんうん、だけど、これは706円分。
っていうので、はい、あの種類が違うんです。だから706円のはちょっとこれだけはまああるんですけど、で、これはね、なんかちょっと古いんですよ、昔ので。同じ706円やけど。で、うん、これが、まあ、だけど、ビール券共通、だけど、どのビールでもいいんです、これ。だけど、ほら、瓶の、うん、瓶日本か缶日本かってこと。瓶がこっちだよね。そうです、そうです。その差です。なるほど。はい。だけど、こっちとこっちどっちにされます？瓶の方がいいと思う、ね。瓶の方がいい。瓶の、うん、おいくら分とおっしゃってましたっけ、4本もらえる。4本。はい。4本分。ってことは、2枚でいいってことですよね。うん、そうそうそう。はい、あ、じゃあちょうど2枚のがあります。はい。いい感じ。はい、いい感じ。あ、ちょっとごめんなさい、古いね。ちょっと待って。ちょっと、あれが古い。紙の紙がなんか段同型。ちょっと綺麗な方から。おわね、うん。だって私にしちゃうもん。直接渡したでしょ。じゃあこっちにしてみましょう。なんだその誰。綺麗な方にしてみましょう。はい。これか。うん、っていうので、ですね、これが、ね、2018年の3月、もう全然余裕がありますよね。はい。っていうので、706円の、×9ということで、1341円になります。はい。1円。はい。はい。2001円をお預かりいたします。うん、こっちが、やっぱり660円の会社券、うん。これ100円にしていいですか？ 100 円玉。いいですか？うん。あ、そうか、そうかね。さっきのお釣りが60円あるけど。すいません。はい、はい。はい、確かに。はい、じゃあ、お預かりいたします。はい。じゃあ、お願いしますね。よかったです。ありがとうございます。来月まで行っております。失礼しました。頑張りました。じゃあ、お願いしますね。はい、どうも。はい、どうもありがとう。ありがとうございます。はい。おはようございます。福岡の質屋、春町支店の吉住かなです。今日も一日どうぞよろしくお願いいたします。